皆さんこんにちは、あちおチャンネルのあちおとあれです。今回は以前皆さんに募集をしていた、質問にお答えする、質問コーナーの動画を撮っていこうと思います。結構皆さんから質問いただいていたので3つか4つくらいの動画にはなると思うんですけれども、いただいた質問には全部お答えしようと思っています。質問に対して答える順番なんですが、いただいた順番から時間順にお答えしていくつもりです。その中で少し被っているものがあれば一緒に加えてお答えするという形で進めていきます。私たちについて身長、体重、年齢、出身地を教えてください。どうぞ先に。私の身長はちょっと私たち両方ともチビなんですよ。そんなに背が高い方じゃないので、ちょっと身長に関しては160代後半です。で、体重は筋トレをしてるっていうこともあって57キロから62キロの間をこう常にこうさまよってる感じです。で、年齢はアラサーです。アラサー、いや、まだでしょ。まだか。まあでもアラサーですよ、アラサーですよ。25は超えてます。で、出身地は日本で結構広いね。出身地は、中国地方です。僕の方は身長は大体、ね、パスポートだってパスポートでは172センチ書いてるんだけど、偽ってるから本当は170です。初期じゃん。そうで、日本に住んでた時は、57キロぐらいだったんですけど、今はもう63ぐらい。最近いっぱい食べてるからね。そう、幸せ太りだね。いや、ティラミスだね、完全に。そう、甘いもん食べ過ぎてるからね。で、出身は、イタリア の, 東北、要はベネト州となります。で、あとは何だったっけ。あ、そう、年齢。29。隠す必要ないです。隠す必要ないです。では続いて、付き合って何年で結婚しましたか。付き合って何年で結婚したっけ。2016年に知り合ったから、もう4年後ですね。ちょうど2ヶ月前に結婚 しましたね。そうですね。なので4年で結婚したことになるよね。結婚してから2ヶ月です。イタリアに来る前はどんな仕事をしていましたか。私は2個ほど仕事をしてました。大学卒業してすぐは海外のある教育機関で、教師として働いてました。2年間。で、その後日本に帰国してからは某メーカーの会社で働いていました。で、僕は日本に行く前に家族 の, ビジネスにちょっと手伝ってたんですけど、分野は美術関係の修復と、日本に行ってから、専門商社に、入りました。今も同じような仕事を し続けてるので、同じ感じだね。ゲイだと自覚したのはいつですか。自覚したの、いつからだろう。なんかいつだろうな。でも本格的になんか自分の中で気づいたのは多分高校生になってからだと思います。なので高校1年生くらいで自覚しました、完全に。はい。僕は小学校から確か男の人でも女の人でもなんとなく興味があるの分かってたんですけど、特になんか困っこういうなんでしょう、好みのせいで悪い目に遭ったことないから、そんなに自覚する、強くこう自覚する、なるほどね、機会がなかったんですね。なんでしょう、そのゲイという言葉に自分が強くこう属してる自覚は全くなくて、ただ、好きな人が好きとのこういい関係作れたらもう十分、いいと思うので、深く考える必要がなかったし、今でもあんまりないと自分で感じてます。ちょっと今彼長く話してますけど、ちょっと彼の、彼がゲイをどう自覚してるかっていう話に関してはちょっと複雑なところがあるので、今回はちょっとカットして短めにお話ししてます。別途また動画でね、ゲイと自覚するのは何かとか ね、セクシャリティとは何かっていうことに関してもちょっと動画を上げようと思っています。はい。カミングアウトはいつしましたか。じゃあ私からね、結構皆さん驚かれると思うんですけど、私カミングアウトを本格的にしたのは本当に2ヶ月前
ですね、結婚、彼と結婚することを機にみんなに友人全員にカミングアウトしました。家族には前もってカミングアウトしてたんですけど、まあその時は、まあ、母親と、まあ、兄がいるんですけどお兄ちゃんにだけカミングアウトしてたので、本格的にもう自分がゲイですとみんなにこう公の場で言えるようになったのは、まあ、2日じゃない2ヶ月前の2月からです。僕はいつでしたっけ、まあ、お母さんに対しては高校の最終年だった記憶があります、うん、なるほどね、最終年だったか大学1年生の時、うん、19歳、うんうんうん、でお父さんには大学2年生20いや3年生か23歳ぐらい、うん、まあ結構直近だね、うん、ただ、まあ、会話の中でこうポツンと話がなるほど、ね、出ただけですね。だからあんまりカミングアウトするこうつもりなくて、最近こういう男の人と付き合ってる話になったから、うんうんうん、まあ想像に任せただけです ね、 なるほどね。直接は言ってないんですね。行った時は僕は日本に、ね、住んでたのでスカイプで言ったんですけど、なんか俺も知らなかったわその話。その時ちょっとこうお父さんがパソコンいじってて、うん、一瞬だけ手を止めて、うん、あれってなったんですけど全然コメントしなかった、うん、なるほど、ね、なんかどんな人ですかと聞いただけです。なるほどね。ちょっとなんかこのカミングアウトストーリーっていうのもまたいつかのタイミングで私の分とあれの分をねなんかちょっと出してみたいなと思ってるので、その時深くお話できればいいなと思ってます。Okay. 得意な料理は何ですか？この質問結構ね皆さんからいただいていて、基本的に冷凍野菜を蒸したり、まあ、お肉を蒸したりお肉を焼いたり卵焼きを作ったりする程度の、まあ、食事をしてるので、まあ、個人的にそれは料理とはちょっと言えないかなと思ってるので、私は料理をしないと思います。肉と野菜メインに食べてますかねっていう、まあ、素材を食べてます、ね、で、うん、イタリア料理か日本料理かっていうと味付けは基本的に僕は日本系の味付けが多いです。お醤油使ったり、俺はいつもパスタ系が多いかな。あ、そうだね、なんかソース作らないと、うん、本当に食べてるこう実感が湧かないから。ってことはまあ料理するっていうことに分類されるよね。そうね、ソースも作るしね、まあ、イタリア料理が多いかな、うんうんうん、まあ9割以上そうね、基本的に日本で一緒に生活してた時も彼は日本料理全然作らないっていうか、好きなんですけどね、好きだけど、うんうん、ただ作れないし、あとは、うんうん、なんか外で食べた方が楽しいとずっと思ってたから、うん、まあ、基本イタリア料理派だね。イタリアね、うん、お互いの一番好きなところはどこですかというので、どうしよう。じゃあ体と性格両方答えることにしようか。私ね、私は、彼の、まあ、性格上で好きなところで言うと、まあ、優しいところが好きです。これ本当に単純な答えかもしれないんですけど、なんだろうな、この優しいっていうのはなんか彼は何があっても優しいんですよじゃない？そうなの？結構私は横柄な態度だったり嫌な態度を取るタイプの人間なんですよ。なんか喧嘩したりだとか嫌なことがあったらで結構彼に八つ当たりすることもあるんですけど、でも彼は基本的に冷静になんか私を見てなんか対応してくれるし、でめっちゃ怒ったりめっちゃ泣いたりしても基本的になんかあもうお前のこと嫌い別れるみたいな感じになるタイプではないんですよ。なんでもそんなこと言うわけないじゃん。まあでも中にはいるじゃん。でも俺はそうだよ、まあね、なんか本当に嫌になったらもう絶対分かる、もういいでやみたいな、もういいでやみたいな、もういいでやみたいになるタイプだから、そういうタイプじゃない意味ではもう本当に優しくて最後まで優しさを貫き通せるっていう意味で、まあ、そういうとこは好きです、うんうんうん、で体の部分で好きなところか下ネタなしだとどこだろうな。彼のふくらはぎが好きなんですよ人よりかなりこう、ね、そうかなり人よりなんだろう太い、うん、そう言ったらもうあんまりシルエットが良くないと思われちゃうよ。まあなんかもし、うん、なんだろう本当に太いんですよ。太いそんなにいや発達してる、ね、そう発達がすごいんですよ。で
初めてなんか夏に会った時にその足を見た時になんか病気かと思うくらい結構太かった。そんなに言えない。そんなことないよ。結構太かったから、そう。だからそれは結構好きです。太いのいいよね。うまく言えばスポーツしてないにしては悪くないってことね。そう、スポーツしてないにしてはね、足の筋肉はすごい、やっぱ太いのはいいね。まあ、うん、そういよう。じゃあ次はあれです。俺は体はもう全身、うん、うん、性格は全身体好きなの俺の。うん、知ってるじゃん。性格は、期待を裏切らないこと。期待を裏切らない性格ってどういう性格？期待してることには必ず応えるという。あ、まあね、前もって行動できるタイプだからね。そうそう、それが、うん、あの一番素敵です。あ、嬉しい。とはゆえ、私はあの結構仕事で失敗するので、前もってあの、ね、行動できなくて、なので、まあ、彼はね、ちょっといい、私のいい面をね、見てる気がしますけど。いや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 。直してほしいところはありますか？直してほしいところはどこですか？もうね、一個絶対に言えるのがあります、私は。一つもないだろ。彼は絶対に謝らない。優しいから。もうこれ自分に対しても、もうこれだけはもう本当に許せないポイントなんですよ。なんか例えば何か喧嘩じゃないですけど、ちょっと議論するじゃないですか。でなんか例えばあの軽くね、あごめん、あさっきの間違ってたとか、あごめんごめんみたいな、軽くごめんって言えばいいこともあるじゃないですか。でも彼は絶対にごめんって言わないんですよ、何があっても。あの自分のミスが 100% 証明されるまではもう絶対に謝らないのがもう本当にムカついて、だからもう議論にはね、いつもこう拍車がかかって、もうね、ミスを認めさせたいくらいもう私はガンガン言っちゃうんですよ。もう謝らない、とにかく謝らないし、非を認めないところが本当に直してほしいところです。うん、なるほど、うん、これは声の音量ちっちゃくしたいね。俺のってこと？そう、ピーピーといつもなる。そう、だから怒ったりね、感情的になると俺はね、かなり女性的な部分が出てくるせいか、うん、結構ね、大声で怒鳴ったり、怒鳴るってほど怒鳴ってないけど、ピッ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 、鋭い声だからね。ね、そう、飲み溝に染みる。そうね、かわいそうだね、こんなやつ付き合って結婚までしてね。耳障り。そうだ。次はアレンに質問が来てます。どうして日本語を勉強しようと思ったのか、30秒で言ってくださいとのことです。嘘です。いや、もっと短く言います。はいはい。ただ日本文学が好きでしたね。うんうんうん。で昔からじゃなくて、本当にたまたま高校の、ね、うん、最終年にあの三島由紀夫の小説を読んで、亀の告白だったんですね。うん。でイタリア語訳で読んで、うん、他にこうすごくこう先行、うん、絶対に先行したいね、学部分 分野とかなかったので、まあちょっとこう挑戦として、ね、あの日本語学科に入ることにしました。イタリアに彼と移住しようとした決め手、これもね、いくつかの質問いただいていて、まあイタリアに移住しようとした理由だったりとか、2人が知り合って結局どうして日本じゃなくてイタリアにしたのかっていうのも、まあ合わせて教えてほしいとのことだったので、僕たち結構正直なので、正直なところ言うと、日本でもね、2年間くらい一緒に生活してたんですけど、そんな中で自分たちが肌に合ってるかどうかって考えた時に、ちょっとね、なんか合ってない部分があるんじゃないかっていうところをね、ちょっと感じてたから、まあじゃあもうイタリアに行ってもいいんじゃないっていう結論に至ったので、まあイタリア移住を決めました。私は本当に初めての就職先が海外だったっていうこともあって、日本の職場にこうなかなかね、慣れなかったっていうのもあって、辛い思いを結構ね、一時期してたので、まあ、そういうね、もろもろの要素が、まあ、重なってね、イタリアっていうことに決定しました。食生活の違いがあればその対処法を知りたいです。2人とも基本的にちょっとなんだろうな、何でも手に入る国にしか住んだことがないので、あんまりそういう実感はないんですけど、うんうん、例えばアフリカとか分かる、その自分たちをすごいかけ離れてるところに住んでたら、まあ、確かに ね、 かね、大変かもしれないよね。そうなったらもう探すしかないよね、そこで食べられるもの、フルーツだったり、その全般的に自分にね、口が合うとかね、虫しかなくてもさ、虫の中でも分かるでしょ、フルーツの味がする虫とか選ぶしかないよね。うん、まあ、でも2人ともどこ行っても別に何でも食べれるタイプだから、うんうんうん、対処法は特になんかないかな、うんうんうん、本当に素材を食べるようにして
乗り切ってます。乗り切るってほどじゃないけどね。そう、大変じゃなかった。そう、あちおさんはお仕事されていますかという質問なんですけれども、今の現段階でお仕事はしてません。お仕事してるっちゃしてるけど、そのイタリア国内でのお仕事はしていませんという意味では仕事はしてないことになります。まあ、日本ではまだちょっとねやってる仕事があるんですけど、イタリアではまだ仕事はありません。次、どんなお仕事ですか、その日本でしてるやつね。まあ日本でしてるお仕事っていうと、まあまあなんだろうな、まあ実家がね、自営業してるので、そのお手伝いもしつつ、まあ教育関係の仕事もしつつという感じです。次は、お互いに何カ国語喋ることができますか。私はまあ3と言いたいですけれども、まあ 2.5 くらいですかね。日本語とイタリア語と、あの 0.5 は何、 0.5 イタリア語、なんか日本語と英語と 0.5 イタリア語です。なるほど。まあ、将来的にはね3にしていきたいなと意気込んでおります。はい、で僕も、まあ、イタリア語、日本語、英語、うん、あとは何かあったっけ。あとは、まあ、ラテン語と古代ギリシャ語の、書き言葉ってこと。そう、うんうん、趣味なので、まあ、それはただ読んで理解する。で、じゃあ子供のことはどのくらい考えているのですか。ああ、興味深い質問だね。まずまずちょっと制度的な問題から言うと、イタリアで私たちは結婚してますけれども、子供を授かったり、子供を体外受精などで授かるということが、まあ、法律上制度として今できないんですね、イタリアの同性婚の事情では。なので事実としては、今のところ子供が欲しくても持てないというのは、まあ、現状としてあります。ただその、なんだろう、自分たちの意思として欲しいかどうかっていうと、これもね結構2人意見違うんですよ。私は子供めちゃくちゃ欲しい派です。あれは多分絶対違う、欲しくないでしょあんまり。なんか決めつけてるの悪いけど、いや、まあ欲しいんですけど、俺は基本的に、なんだろう、その人がもうすでに多すぎるから、あ、なるほどね、人工的にこう作ってもらうのはあんまりなんか好きなアイディアではないんですね。うんうん、だから、ね、もしもらうのであれば養子がいいかなと思ってます。うんうん、私はね、養子よりもやっぱり自分の DNA が、ね、入った子供がいいなと、まあね、アイディアとしては、うん、俺もそう思ってるんですけど、うん、実際に考えると養子がいいかな、ね、うん、まあ、という感じで結構2人はね、子供に対しての意見は分かれてるんですけど、まだ、ね、そこでなんかいざこざになったりするってことはなくて、うんうん、結構2人ともまあね、オープンな感じです、子供に関しては、ね、はい。2人の音楽の好みや違い、うん、違うね、完全に違う。基本的に私あんまり音楽を聴くタイプじゃないんですよ。でも好きな音楽といえば、唯一ですよ、その結構毎月聴いてる曲っていうのは、私はオタクなんですよ、アニオタなんですよ。なのでアニメの歌を結構アニソンっていうんですかね、アニソンを結構聴きます。なのであんまり、なんだろうな、そのジャンルに分かれてこれを聴くっていうわけじゃなくて、そのアニメの作品のオープニングだったりエンディングが好きになって聴くっていう感じで、なんであんまりジャンル問わずアニメの曲だったら結構好きです。まあそういえば僕もね、ジャンル問わず聴いてるんですけど、うん、音楽に依存してるぐらいと言ってもいいよね。結構毎日してるの。あ、そうだね、聴いてるし、クラシック聴いてるよね、よくね。クラシックはあんまり好きじゃない、ね、バロック音楽が好きです、ね。まあ、クラシックより古い音楽が一番好きなジャンルで、うん、まあ、簡単に言えばバッハが一番好きな、ね、うんうん、なるほどね、作曲家で、あとはエレクトロ音楽も大好きなんです。うん、で代表的ないいよアーティストといえば、日本 の、 平沢進という人がいるんですけど、ぜひ聴いてみてください。一緒にライブも行ったんですよ。そう、盛り上がったよね。そう、天才です。うん、っていう感じで結構音楽好みもね、違いもあります、うん、はい。日本で5年後10年後になるかもしれませんが、同性婚もしくはそれに相当する法律ができたら日本に帰りますか。まずちょっと簡単に、日本に帰るか帰らないかっていうと、うん、まだわからない、うん、全然わからない。まあただ制度が変わったからといって帰るかって言われたら、そこはまだ検討の余地があるよね。それだけで帰るという決め手にはならないよね。まあ、うん、で、うんうんうん、逆に言えば、もし変わらなくても、うん、帰るね、帰る可能性もあるということ。本当に仕事だったり、このイタリアでの環境がね、良くなかったりとか、まあ、いろんな要素があって、
日本にも帰る可能性もあるよね。ただ一つ問題なのは、その日本で同性婚の制度がなければで私たちが結婚してるということが日本では証明されないので、うんうんまあ、そこがちょっと一つの問題にはなってくるけれども、ね、あまりその同性婚をしてるからっていうところにあんまり固執せずに、もし環境がね日本が良ければ2人とも別に日本にね帰る準備はいつでもね、うんうん、あるよね、うん、第1弾の最後の質問は、自宅ではピザとかパスタはよく召し上がったり生地や麺から作ったりしますかということです。うん、します。します。というのも、ちょっと、昨日かな、一昨日かな、ちょうどね、パスタを、麺からね、こう、作ったのがありますので、うんうんうん、ちょっと、動画を見ていただけたら嬉しいなと思ってます。生パスタを平たくしております。はい、平べったい生地ができたので、これからパスタを作ります。おー、すごい。では生パスタ入れます。茹で時間は7、8分です。できました。こう見たらもうラーメンにしか見えないけどね。おお、結構量できたね。もちろんチーズ、チーズ混ぜ混ぜ、たらーん、できました。食べます。はい、ということでこんな感じで第1弾の質問はこの辺りで終わりにしようと思っています。ちょっと長くはなってしまうと思いますが、最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた次回。はい、チャオ。じゃあね。